特集平野氏洋850万円超高級時計を身につける嫌味のない才能。元キング・アンドスのメンバーであり、俳優としても活躍する平野氏洋が、自身のインスタグラムに公開したプライベートショットが話題となっている。一部のファッションアイテムの価格が特定される中で、特に注目を集めているのが、彼が身につけている高級腕時計だ。その腕時計は、 パベダイヤモンド入りダイヤルのロレックスデイデイトとされ、定価は驚くべき850万円以上とも言われている。一見してわかるハイブランドのファッションに身を包んでいる。だが、ファンからは全く嫌味がない。と称賛されている。アイドルが高級ブランドを身につけた際には成り感が嫌だ。とファンをドン引きさせることがあるが、平野仕様の場合は違うようだ。 彼のファッションは主張が強いものの、それが彼自身の魅力を一層引き立てていると感じられるのだろう。また、彼の高級時計コレクションについても注目が集まっている。以前のファンの質問に対し、彼が趣味の一つとして挙げたのが、時計集めであることから、今回の高級腕時計は彼のコレクションの一部なのかもしれない。 川口春菜という別の有名な俳優も、高級時計コレクションが話題になっているが、平野紫仕様とは対照的に、彼女には賛否両論が寄せられている。一部のファンからは、ご褒美を買うのは当然、と称賛される一方で、中には見栄を張っているのではというネガティブな意見もある。しかし、平野紫仕様に対しては、おおむね、嫌味がない。 と、好意的な評価が多いようだ。彼の魅力は、高級時計を身につけることだけではなく、ファッションや個性の魅力と結びついているのだろう。このような記事や情報は、読者にとって非常に興味深く、魅力的なものとなるでしょう。 一部の人は高級時計を身につけることに対して懐疑的な意見を持つかもしれませんが、平野仕様の場合はそのファッションと個性が完璧に調和していると感じられるのです。彼のファッションセンスや趣味に共感する読者も多く、彼の魅力に引き込まれることでしょう。また、彼が高級時計をコレクションしているという事実も、読者の興味をさらにかき立ているでしょう。 そして、平野の仕様のファッションや趣味に対しては、他の有名人と比べても、特別な賞賛が寄せられている点も記事に盛り込むと良いでしょう。彼の魅力に対する読者の反応や、SNS 上での評判なども探ってみると、より深い読み応えが生まれるかもしれません。最後に、他の有名人との対比を通じて、 平野紫仕様の魅力がいかに特別であるかを強調すると良いでしょう。彼のファッションや高級時計コレクションに対する読者の共感と賞賛が彼の個性と才能をさらに輝かせるものとなるはずです。以上のポイントを踏まえて読者を引きつける魅力的な記事を構成してみてください。彼のファンだけでなく一般の読者も興味を持ち魅了されることでしょう。